今回はね、LED 電球のお話です。LED はね、最近よく流行ってますよね。もう明るいのにね、あとは消費電力が少ないからエコです。あとはまあ長寿命。もう LED ってもうこれからの伝統の主流になってると思うんですけども。でもね、ネックはね、値段が高いということですね。僕も、電気屋のね、安売りで買ったんだけども、この電球1個ね、やっぱ1000円ぐらいするんですよね。40ワットかな。40ワットソフトで5ワットのやつ。2015年2月に買ったんだ。日付書いてるね。まあね、僕なんかさ、一日中部屋に引きこもってるんでね、電気代をね、安くするのはもう、至上命題なんですよ。もう課せられた課題なんですよね。こういうほら、従来のね、白熱電球なんかと比較すると、同じ明るさでもどうだろう。40ワット？ 40 ワット級って言われてるから、それが5ワットで済むから、8分の1で済むんだよね。じゃあ、1時間、8時間使っても1時間分の電気代しかかかんないということ。まあ、これ結構違うでしょうね。でね、そんな中ですごいのが、出たんですよね。表題にもある通り、こちら。ダイソーの LED 電球。40ワット相当。電球色のやつ買ったんですけど、なんと300円ですよ、300円。安くないですか？口金サイズが E26 っていう、まあこれ一般的なね、まあサイズの電球ですよ。寿命が4万時間のだけ持つでしょうね。結構持つでしょうね。1日8時間使ったとしても、4万割る8時間だと、5000日持つと。どんだけだよって話だよね。まあ、実際弾切れをね、起こすことないんだけど、それよりも中の内部基板がね、持つかどうかって話で。で、消費電力の方は 4.8 ワット。これね、前ね、同じ40ワット級買ったんだけど、こっちは5ワット。こっち40ワットでね。むしろ消費電力が少なくなってる、さらに。どんな感じでしょうかね。省エネ法2017年度、目標基準値達成とか書いてありますね。2017年度ですよ。高配光タイプ、180度ってなってますね。この PSE マークもついてるから、安全に使えるのかなという感じ。日本国内専用品。ちょっと中身見てみますかね。こんな感じですよ。ダイソーって書いてありますね。あれ？ジャパンって書いてる。え？ジャパンって書いてるよね。日本製ってことなのかな？あ、違う違う。メイドインチャイナって書いてありますね、これ。メイドインチャイナって書いてある。ダイソージャパンね。まあ一応名前だけね。まあここに、ちょっとまあ簡単な説明みたいなか、かい、こと書いてますけどね。火器器具では使用できませんとかね。あ、なるほどね。超光器付きとかね、水銀灯用とか密閉型とかは使えませんよというところ。LED 電球 40W 型相当、電球色 100V、4.8W。今まで使ってたのはね、中光色と呼ばれてるやつなんですよ。電球色との違いなんかもね、ちょっと比較してみようかな。とりあえず今まで使ってたやつ。これどこの会社だったっけ？同志社って会社ですね。同志社って書いてありますね。このやつと比較、ちょっと取り付けてみますか。ちょっと上ですけどね。お、つきますね。これまあ今まで使ってたやつ。これ今まで僕のね、この掘っ立て小屋の中で使ってたやつなんですけども。まあ中光色ってことで。まあ色はね、白みたいな感じになりますね。じゃあちょっとまあこの後これに切り替えてみましょう。
どうなるかな？電球色全然雰囲気違いますね。なんか黄色みがかってる。三丁目の夕日みたいになってる。ひょっとしたらですけど、光が結構拡散してるんですよね。影が、ちょっとほら、ぼんやりしてる。あとちょっと上に照らしてみると、上の方も光の拡散が大きいですね。前まではこんなに拡散しなかったんだけど、手元の明るさは、前の方、こっちの方が明るいんですよ。でも、この全体的な明るさは電球色の方が明るく感じますね。あと影がちょっとぼんやりしてる。なんかもっとくっきりと影が前はね、残ってたんだけど、こっちの方がなんか拡散してる感じがしますね。ツイッターみたいな感じ？あ、違うか。あとは、こっちの方がね、目に優しいような気がするんですよ。疲れにくい。ちらつきもないですね。100円とか言ってる割には。なんかちらつきがあるのかなと思ってさ、なんかこうチチチチっていうような。そういうのもないしね。これいいんじゃねえかな。消費電流もね、ちょっとこっちの方がわずかに少ないし、その分の明るさの違いがあるのかもしんないけども、こんだけ手元照らしたら十分かなという感じが。なんかね、ふわっとね、温かみがあるんですよね、光に。まあ、発熱もそんなないですね。光のね、単純な明るさはやっぱりこっちの方がいいです。はっきり言ってね、明るさだけで言うと。でも、目に刺さる感じがないっていう感じ。優しさがあるっていう感じ。あとなんかちょっと、ブーディー。ブーディーか。ここでね、結構サムネイル写真とか撮ったりするんだけどね、なんか黄色く写んないか心配だけど、どうなんだろう。どんな感じなんだろうね。あ、この辺カメラが調整しちゃうのかな。あ、カメラで撮ると真っ白にちゃんと写りますね。なるほど。そんな問題はないんだね。これでホワイトバランスがこう、勝手に合っちゃうということなのかな。これなかなかいいですね。なんかちょっと残念な感じを期待してたんですけど、残念な感じ。これは別に普通に使えるかもしれないですね。こういうなんだろう、机の上で作業したりとかするのには楽かもしんない、こっちの方がね。今までちょっと明るすぎだったんだな、これ。なかなかいい買い物しましたね。これ、例のカメラで見てもそんなに黄色くは映ってないのかな？なんか白っぽく見えんだけどね。ここはまあね、電球色黄色だけど。この映ってる感じは黄色っぽさがあんまり出てない。あ、こうすると出るね、一瞬。で、ホワイトバランスを合わせるという感じなのか。なるほどね。いいですね。通常作業はこれにしよう。で、なんか物撮りで黄色く映った時にこれに切り替えてもいいしね。なるほど、なるほど。てなわけでですね、ダイソーのこの LED 電球、思ったよりもいい感じ。あと電球色っていうのは結構、こういうなんか机に向いてんのかな？なんかそんな気がしますね。一般的にはね、寝室とかに使うんでしょうけど。勉強部屋とかはね、中高色、集中するときなんかはね、いいかもしれないんだけども。まったり過ごしたいときは、電球色の方がいいのかな。まあ、なぜ、こんだけ値段がね、安いんでね、気分に応じて、色を変えるとかいうこともできますよね。てな感じでね、このダイソーの300円 LED 電球紹介してみました。結論、なかなかよろしいです。気に入りました。